はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょういや、今回ね、ブックオフ購入本、究極の店舗、92冊、パート4、完結編でございます。いやー、素晴らしい。またね、行こうと思いますね。 その店はかなり広いね。多分大型店だと思うんですけど、なんかショッピングセンターみたいなところの中に入ってるんですよ。でも店舗としてかなりでかくて、昔は行ってたんですけどね、ちょっと引っ越してからは行けなかったんですけど、まあ今回行ってね、かなり大当たりだったということで、また数ヶ月後ぐらいに行こうかなと思います。まあ早速やっていきましょう。まあまずは小説の単行本ですね。単行本を紹介しますが、こちらね。これね生来 ういさんんの聖水っていう本なんですねでこれは、芥川賞取ってる作品でして、でも僕ね、聖水持ってんですよ。で全く同じ本2冊持っていますけれども、まあ、この中に、ジェロニモの十字架っていう短編が入ってるんです。で、これが、 文学界新人賞を取っている作品で、その芥川賞作品と文学界新人賞のダブル受賞が、まあ、この中にあるわけだから、まあ、2冊買ってます。僕はもうそういうことはしますからね。同じ本でもバンバン買ったりしますからね。で、続きまして、こちらね。これ、黒子和夫さんの 村上春樹ザ・ロストワールドっていう本で、これ六甲出版から出てるんですね。で、六甲出版であんまりね、僕聞かない出版社ですが、まあ、黒子和夫さんも僕知らなかったですが、まあ、批評家というかね、評論家の人みたいで、まあ、この村上春樹の評論を、まあ、してる本なんですね。まあ、最近はね、こういう評論とか文学そのものについてみたいな本を買うことが多くなりましたね。まあ、それはちょっと僕が文学を勉強したいっていうね、そういう気持ちが表れてるんです われてるんだと思うんです。まあ、小説を読むだけではなく、その小説をまあ文学、まあ、いわゆる学問の一つとして、その流れとして解釈していく、解読していくっていうのに興味があるということなんですね。で続きましてこれね。これもねその流れですが、これもあんまり知らないが、欧風から出ている短編女性文学現代って書いてるね、本なんです。これ入ってる人がね、なかなか豪華で、僕の好きな倉橋由美子、河野太子、大場美奈子林京子、三 三枝って読むかな三枝和子、富岡大子、石村美智子、金井美恵子、津島優子、増田水子、山田恵美ね。 いやあ、ここのメンバーすごくないまあ、ザ、純文学みたいなやってるね、人たちですけれども、ここ最初の人なんかみんなこうつくからね、何々こう、何々こう、で、最後、エイミーだからね。あと、解説があるんですね。で、その解説をね、ちょっと見るのも楽しいんですよね、最近は。あと、小説の単行本は、あと、二人で終わりますけど、まず一人目はこちらね、これよくないっすか これ、沢田,田陽子先生の休憩時間っていうのと、容疑者の夜行列車ですね。このね、二つね、200円ずつで買いました。安いよ、これは。休憩時間は新庁舎ですが、容疑者の夜行列車は制度車なんですよね。だから、いいところから出てるよね。沢田,田陽子先生もね、系統立てて読みたいなっていう気はありますね。<れ>で、小説単行本最後ですが、こちらですね。これは、 大前青さんの回転草ですね。回転草。そして出版社はなんと書士カンカン坊が出てますね。書士カンカンというのは九州の出版社ですけれども、それがね、売ってるっていうのはね、珍しいと思ったな。で、多分、この調子でいけば、芥川賞とかの候補とかになるタイプの作家っぽいんだよね。 だからちょっと興味あるし、ここはちょっと掘り出しもんでしょうね。で、こっからね、漫画になりますけれども、まずは最初ね、こちら、西尾優太さんの入りがちっていう本で、僕全然知らないですよ、西尾優太さん。で、この入りがちも知らないけど、一巻完結っぽいし、あと火花ね、これビッグコミックスオリジナルの火花って、 っていうね、レーベルがあって、そっから出れるっぽいんで、まあい面白そうだなと思って、絵もね、なんか綺麗で、ちょっとね、買ってみました。今回の挑戦枠ではありますね。で、続きまして、こちらね、これ買いました。鶴谷香織さんの Don't Like This ですね。ワイド版なんですけど、これリード社のね、トーチコミックスなんですよ。で、トーチコミックスかと思ってね、これ100円だったんでね、買いましたけど、これも僕知らないですよ。知らないんだけど、トーチコミックスっていうだけで僕買いましたね。僕も新人から 目つけて読んだりするし知らない作家にどんどん挑戦していくのでやっぱりここが面白いとかがね分かってくるようになるんですよねだから僕はもうトーチだったら買うと決めてますトーチコミックスのウィキペディアは僕が作りましたからねで続きましてこちらねこれね今日マチコ先生の五つ数えれば君の夢っていうね本でこれは北書店ですが今日マチ子もいいね漫画家ですよなんかね淡い絵なんだよねで独特の今京町子 っていう絵なんですよでそれがいいね最近ちょっとハマってますね面白すぎるで続きましてこれねこれ2冊買いましたけどこれ唐沢直樹先生の カスミ三角っていう本なんですね。これね、2巻で終わりっぽいんですけど、多分これがまとめられたやつがビームからまた出てるんですよ。なんだけど、ま、あ1個古い版のカスミなんですけど、唐沢直樹先生ってかなり実験的なことをやっていて、例えば、ここね、これペーパーナイフでレッツトライって書いてますけど、いわゆる袋閉じがあったりとかね、漫画なんだけど、めちゃくちゃ実験的なことをやってんですよ、唐沢直樹先生。もう面白い作家なんですよね。ちょっと見かけたらね、買うっていう感じでやってます。 僕は。続きまして、あとこれね、買いました。これ山川直人のコーヒーもう一杯の3巻ですね。これ3巻。いやー、これね、シリーズで全5作あって、僕は1と4巻持ってるんですよ。まあ、中途半端に買っちゃったんだけど、今回3巻をね、手に入れたっていうことで、やっぱ嬉しいですね。あと2巻と5巻ね。これビームコミックスですね。僕の好きなビームなんだけど、この絵のね、書き込みっていうか、山川直人も、も見たら山川直人っていう分かる、 漫画のタッチなんですよね。本当に面白いですよ、山から直とは。えー、あとね、3つ紹介したら終わりますけど、まずはこちらね、日踊りさちこさんの死人の声を聞くがよいの7巻、10巻、11巻ですね。これはね、今集めてんですよ。これね、めちゃくちゃホラーで僕好きなんだけど、極めてね、現代的なんですよね。 それが面白くて、これ絵のタッチも綺麗だし、これね、全12巻あるんです。これ僕持ってるね、12345689なんですけれども、まあ、そこに71011が入ってくると。いやー素晴らしいね。ここまでね、揃ってるね、ブックオフなんかないんですよ、基本的に。やっぱ人気があんのかななんかバラバラで売ってるイメージがあって、ま、なんでよかったなと思いましたね。あと12巻だけなんですよ。Amazon でパッと。 と買っちゃうか、それともブックオフの奇跡を信じて待ち続けるかっていうところでね、性格分かれると思うんですが、難しいよね。 僕もちょっと悩みます。葛藤します。ちょっとお金ができたらアマゾンでもいいかなって思いますけどね。最終巻だしね。あと2つ紹介して終わりますが、こちらですね。これね、80円で売ってたんですよ。いや、嬉しくてね。これ、ドーマンセーマンのバビロンまでは何光年っていう本なんですね。このド、ドーミツセーキって書いて、ドーマンセーマンって読むんですけど、このね、ドーマンセーマンさんは僕好きで、 何個か買ってると思うんですけど、これドーマンセーマンもさ、もう絵のタッチ見ただけでは、ドーマンセーマンの漫画だってわかるよね。ドーマンセーマンさんってね、もともと成人漫画からやってきてんだよね。成人漫画というか、同人誌的なところから出てきて、今は一般向けの漫画とか書いてますけど、もう成人のやつはね、とことんエロいんですよ。エロい漫画描くんだけど、ちゃんと一般向けは一般向けのね、エロくないきちんとした漫画も描けるっていうところで面白いよね。最後ね、最後になりましたけど、こちら 紹介して終わりますがこれは西原理恵子さんの「ちくろ幼稚園」ですね。で全部って書いてますが、かなり分厚いんですよ、これ。いや、西原理恵子僕好きでね、僕んちとかよく読んでますけど、かなり感動系書くんですよね。と言いながら、エッセイとかは、 その、ちょっと、おげれつだったりしますよね。下品というか、でもね、そこのね、両極端がサイバーリエコの味があるよね。麻雀放浪記とかもね、面白いんですよね。ひらがなで麻雀放浪記って書いてるサイバーリエコの漫画あるんですけど、あれも面白いし、パーマネントノバラとかもあるよね。まあ、お金についての話も書いてるしね。いろんなことやってるよね、サイバーリエコってね。自分で一番下手な漫画かって言ってますよね。確かにね、絵は下手なんだよね。絵なんか、まあ、これ、 小まだけど、絵なんかさ、子供でも描けそうな絵じゃないですか。でも泣けるんだよね。だから漫画っていうのは絵じゃないんだっていうのを、やっぱサイバーリエは訴えてるような気がするんだよね。サイバーリエはやっぱり上手いんですよ。漫画としてやっぱ上手いですよね、とにかくね。絵は下手だけどね。だからちょっと好きなんだよね。で、僕、チクロ幼稚園は昔読みました。読んだことあるんだけど、これはまあ完全版みたいな。 形だと思いますから、ちょっとね。持ってなかったんで買いましたね。まあ、そんな感じでね。まあ、今回はここ紹介しました。もうね、癖のある本というか、いい本買ってきたなって我ながら思うわ。このセットで誰かがツイッターとかで買ってきたよって言ったらもうすぐね好きになると思う、その人のことを。もう大ファンになると思うわ。もう結婚してくださいって言うぐらい、僕は我ながらいい本買ってきたな。 って思うんです。我ながらね。はい。ということで、今回は終わりです。またブックオフにね、行こうかと思っております。高評価、コメント、チャンネル登録ね。どうぞよろしくお願いします。ではでは、使っちゃいました。バイバイ